このフロア全体が財産みたいな感じがします。魔法力がどんどん上がってます。すごいです。塔の今制作をなさっていらっしゃいます。現在進行形で職人さんが制作をなさっているお姿が見られます。こんにちは、池袋テレビと申します。ちょっとそのお作りされているお姿を拝見させていただいてもよろしいでしょうか。手動かします。あ、はい、今魔法使い見習いのミーナと申します。よろしくお願いします。尾崎先生ですよね。まだ先生まで来てないです。いやー、とんでもないです。とんでもないです。今は何を制作されていらっしゃるんですか。忍者の顔です。はい、あ、カゴ、これこちらですか。かわいい。それをこれからみかんとかね、はい、柿とか入れるのにちょうどいいんじゃないですか。ああ、そうですね。いや、こんな素敵なカゴに入ってたら、はい、食べ物が美味しくなります。そうですね。はい。これ元はこれなんです。そうなんです。ちょっと触ってもいいですか。触っても壊れない。すごい頑丈な。これすごい硬いですけど手でできるんですか。作るときは、はい。今の時期ですと一晩、はい、明日やろうと思うと前の日、はい、傘つけて、はい、一晩経ってから朝、明日の朝柔らかくしてから水が吸い込まない。はい、そうなんですね。素敵なデザインです。かわいい。多分お姉さんわからないと思うけど、はい、銭湯お風呂屋さん、はい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 、使ってる脱衣所のカゴですか。日本で今私一人だけ。そうなんですね。じゃあカゴに関してね、こういうのは作ってる人いますけど、この丸いカゴに。そうそうそう。じゃあ温泉とか行った時にこのカゴを見たら、私の尾崎先生が作られたカゴだと。こういうのは多分温泉場でもこういうのは置いてあるけど、これを置いてるところは箱根に1軒ぐらいかな、日帰りの。そうなんですね。はい、宿。これはじゃあオリジナルのデザインなんですか。もう昔からこれ同じです。そうなんですね。じゃあお風呂屋さんに尾崎さんにやりましょう。そうですね。作り方はね、このちっちゃいのも大きいのも同じ。そうなんですね。ただ小さいだけで。本当はここでこういう格好でやってますけど、普段は椅子に座って、これ乗っけて足でこう膝でこう押さえてこうやるんです。そうなんですね。ここは場所狭いんでこの限られたところでやるから、変な格好してやってますけど。いや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 。お一つ作るのにどのぐらいの時間を要するんですか。これだと15分ぐらいで。そんなに早くできるんですか。15分。とりあえずここの部分をやってきたから。ああ、そうなんですね。これはうちでやってきたから。はい。それをこの型箱っていうんですけど、これに押さえつけてこうやれば出来上がりまで15分。これ混ぜれば30分ぐらい。それでもそんなに早くできてしまわれる。すごいです。速さも含めてさすが職人さんです。魔法使いです。また新たな魔法使いを発見してしまいました。椅子とか、これはベビーカーですか。乳母車。昔のね。失礼いたしました。はい。昔はこういうのですよ。車体は、鉄製でできてましたけど、これはあくまで陳列用の。あ、そうなんですね。カゴ自体は子供が乗っかっても壊れませんけど、車体の車輪とかが飾りだから、持たない。今日のために。これとそれから向こうに人力車があったんですよ。あ、はい、ございました。先ほどあれは飾り物。そうなんです、わー、でも可愛いです。まあなかなか若い人はね、なかなかこういう場所に来てもらえないから本当に私もあまり普段触れる機会がなかったものですから、今こういうお話を伺ってすごいなんか世界が広がったような、でこれをご覧くださってる方にも伝えていけたらなと思うので、貴重なお話をどうもありがとうございました、ありがとうございます。よろしく頑張ってください。失礼します。はじめまして。魔法使い見習いのミーナと申します。魔法使い。よろしくお願いします。かかっちゃまずい。池袋テレビさんでちょっとインタビューをさせていただきたいんですが、よろしいでしょうか。よろしくお願いします。滝沢先生。先生はいらない。滝沢さんで。何を作られている魔法使いなんでしょうか。私は提灯屋です。提灯。ただの提灯ですね。これは作品、ご自分で手がけた作品ですか。自分で作ったのだけですね。そうなんですね。一番右のはどういう。あれは滝沢って書いてある。あ、ご自分のお名前ですか。これ変態仮名で。これおいっていう字。おい。カタカナのたっていう字を2つ書いてある。これは木っていう機械の木の木片のないやつ崩していったのが沢。おしゃれですね。提灯を作られて今何年目なんですか。年数は53、4年になります。今軽々しくおっしゃいましたが、53、4年ってすごいことですよ。そちらに書いてありますが、あれですよね、16歳の時に。そうです、修行に入りました。そうなんですね。どういうきっかけで始められたんですか。反強制的です。自分の父親が2代目で、僕が3代目です。2代目ということは、初代はどのぐらいの時代からやられてるんですか。父親が明治38年生まれですから、もっとはるか前ですね。すごいですね、本当に。豊島区に120、30年いると思います。ずっと池袋なんですか。先祖は大塚です。大塚。でもこの周辺ですね。そうですね。じゃあ池袋を模した提灯とかもあったりするんですか。池袋を模した提灯というのは特別ないですけれども。そうなんですね。ただこの絵を描いたっていうのは、こういう展示会に出すのに人の名前描いたの出せないんで、どこでも出せるように絵を描いたっていうのがものなんですね。そうなんですね。こちらのボー・ヘンリクソン先生というのは、これは韓国の人だと思うんですけど、政府コミュニティで豊島区に注文されたんですけど、自分がちょっと気に食わなくて、これはお客さんに渡さなかった。それっていうのは絵がちょっとこっちずれたっていうのがあって、この一本がちょっとずれちゃって、だから新たに作り直してきれいにして渡しました。ご別の奥様でいらっしゃいますか。いや違いますよ。どなたですか。これは浮世絵の絵を見ながら自分で描く。本当ですか。すごい質問が飛んでいらっしゃいますけど。いやいや本当です。そうなんですね。滝沢さんなりの提灯を作るこだわりとかってあるんですか。こだわりっていうのはやっぱ、普通の和紙でちゃんと描いて、でポスターカラーじゃなく絵をちゃんと自分の顔料を研いで作るっていうのが自分のこだわりです。顔料で。黒は墨です。そうなんですね。書道の墨を吸ってから。なんていうんでしょう、このなんか可愛らしい明るいピンクとかの顔料もあるんですね。絵を描いてから形にするんですか。いや、形になったところに描く。ごめんなさい、もう本当に無知で恐縮なんですが、そうなんですね。じゃあお祭りの時とかは出展したりするんですか。出品したり。そうですね。ここでは実演はしてないです。そうなんですか。炭をするすり鉢っていうのがあるんですけど、それは百何十年も代々使ってるもんで、それを持ち出して割っちゃうと、はい、今度炭にすれなくなっちゃう、大事な商売やめなきゃいけないんで持ってきません。そうなんですね、はい、そういう時があったら魔法で直して差し上げてくださいねちょっとそれには魔力が足りないかもしれないです、はい、修行他にも本当にいろいろなものがたくさんあって、今日のインタビューを通してその伝統工芸っていうものが普段あまり触れる機会が本当にないんですけれども、どんなに一個一個に気持ちが込められて、一個一個を大事に作られていて、一個一個その昔からのものを大事に神聖に作られているんだなっていうのをとても感じました。でもその伝統を守っていく上で、この今の現代の社会にとうまく融合できない部分や、逆に今の現代のデザインとすごく融合している部分があって、そのここから先の世に受け継いでいくという中での葛藤を抱えつつも、どんどん伝統として進化して受け継がれていくものなんだろうなっていうのをお話を聞いててすごく感じました。はい、とてもなんていうか心が洗われたような気分です今これからもですね、この池袋テレビさん今ご覧になってくださっている方も、こういうものに触れる機会がない方たくさんいらっしゃると思うんですけれども、これを機会に何か一つでも興味を持っていただけたらなって、そんなことを伝えられてたらいいなって思います。はい、では伝統工芸を探検させていただきましたミーナからちょっとだけお知らせをさせていただきます。私はですね、池袋にあります王立アフィリア魔法学院というカフェでお手伝いをさせていただいている魔法使い見習いです。昼から夜まで、朝11時から夜11時まで毎日営業しておりますので、ぜひぜひ直に私に会いに来て魔法をかけられちゃってくださいね。アフィリールー